身長ビヨーン、医師学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日も身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。先日ですね、身長先生に聞けってやつですね、させていただいたんですけど、思ったよりですね反響が良かったので、ちょっと続けてみたいと思います。今日もですね7個の質問ね、もうじゃんじゃん答えていこうかなと思いますので、ぜひ最後までですね身長伸ばしたい方はぜひ見てください。さて、まず一つ目ですね。ヒゲが生えたら身長が止まると聞きますが、一本でもヒゲが濃くなり始めたら止まるということですか、それとも全て濃くなってから。この質問ね、9個もいいねがついてたので、ぜひね答えさせていただきたいんですけど、まずはヒゲのポイントとしては、男性ホルモンによってヒゲが濃くなってくるというような形ですので、まあある意味ですね、その思春期を迎えた合図でもあれば、まあ思春期が進んでいる合図でもあれば、まあ同時にですけども、それ骨端を閉じる働き気があるので、だんだん身長が終盤に近づいてるっていうような、そういったような表現ができます。まあ、ですので確かにヒゲと身長はある程度関係性が見込めます。ただし一方で明確なデータっていうのはちょっと私も知る限りだとあまりわからない。あとは、まあ、一つ間違いなく言えることとしては、ヒゲっていうのはどんどん年齢とともに濃くなってくる。例えばですけど、19歳、20歳の人とかと、もう20代中盤、20代後半、もしくは30代、30中盤、後半って言って、なっていくと、全然ですね、もう30歳超えてもヒゲが濃くなっていきます。もう私も自分の経験上も、どんどんヒゲがですね、濃くなっていったのがすごく記憶に残ってますので、なかなかそのヒゲだけでですね、その身長っていうのを判断するのは難しい。まあ、ただ、少なくともなんですけど、僕の経験上ですけども、ご覧いただいた中で、もうそろそろ身長は止まりそうだなっていう子で、ヒゲがボーボーだった子は、あまりいなかったから、どちらかというと、ヒゲは終盤の方に出てくるものなのかなと思っております。ただ、ヒゲの評価っていうのも、陰毛の時と同じで、評価が難しいのは、いわゆる、産毛みたいなのをヒゲと評価するか、もっとね、濃くなったものをヒゲとするか、そこのね、ニュアンスもかなり難しいので、そういったところですね。まあ、少なくともあんまりヒゲで考えすぎるのはあまりこう適切じゃないかなと。まあ、やっぱりレントゲンだったりだとか採血だったりとか、そういったところで評価する方が、もしくはですね、あとは経時変化ですね、身長伸びの経時変化、まあ、経年変化を見て、あとどれくらい伸びるかっていうのを判断する方が賢明だと思います。今の方はですね、矢作主さんね。はい、次がケロンド TV さんで、遺伝以外で170センチ方法を動画にしていただきたいです。ちなみに父154、母160で中寸で166です。いいね10個ついてるんですけど、まあ、遺伝以外で170センチ行く方法動画っていう風に書いてあるんですけど、まあ、まさにですね、それは全部どんなものを食べたら身長を伸ばすのに役立つのか、もしくはですね、まあ、運動することによって成長ホルモンがアップするとか、あとどういう風に睡眠を取ればいいのかっていうのですね、まあ、順番に上げてますので、やっぱりそういうの一個一個こなしていくしかないと思うんですよ。まあ、遺伝だけでですね、まあ、全ての身長が決まるわけではないです。やっぱりそういった生活習慣を正すことで身長をですね、改善することができると思います。やっぱり一個一個ですね、動画しっかり見て勉強していただければと思います。次はですね、ゆうとさん。いつも先生の動画を見て参考にさせてもらってます。イソフラボンが、身長を伸ばすか止めるかまだ分かってないとのことなので、肉、魚、卵と大豆の中で確実に身長を伸ばしたいなら、肉、魚、卵を取った方がいいということですか？そうですね。現状の時点だと、大豆が身長を伸びないというふうには言い切ることはできないです、正直言って。なので、将来的には大豆を食べてくださいという動画をもしかしたら出すかもしれないので、まあ、そこはちょっと注意をしていただきたいんですけど、まあ、現時点だったらやっぱ肉、魚、卵、特にですけど肉と卵がいわゆる身長伸ばすのに有効だというデータがあるので、まあそれをですね、まあ忠実に守るということが大事なんじゃないでしょうか。次ですね、栗太郎人間さんで、骨端は何歳で完全に閉じますか。完全に閉じるってね、表現難しいんですけど、まあ、男性だったら17歳ぐらいですかね、女性だったら16歳ぐらい、それが完全に閉じるみたいな、まあ、一応ですね、そういったような、まあ、骨年齢17歳をもって完全閉鎖みたいな表現をしたりするので、まあ、学問的にはそんなところかなと思うんですけど、骨端線が完全に閉じたのはですね、まあ、ある意味レントゲンでも判断できるし、最終身長を迎えた時点で骨端線を完全に閉じたというような表現もすることができるので、まあ、そういった意味だと、まあ、もうちょっとですね、まあ、18歳とか人によって19歳ぐらいで閉じるようなパターンも十分考えられると思います。まあ、それ、ね、18歳以降は身長何センチ伸びるかという動画でもね解説してますので、まあ、ぜひねそちらも見てみてください。次はですね、ハルト田中さん。チャンネル登録しました。骨端線空いてるか確認したいんですけど、そのために病院はおかしいですよねってことで
ですけど、これはですね、まあ、難しい質問で、いわゆる保険診療で身長が全く低くないのに骨端線だけを確認しに行ってくれって言って、保険診療でレントゲンを取って確認するのがいいかどうかっていうのはちょっと難しい質問で、いわゆるですね、まあ、保険診療っていうのは税金を使っているようなものなので、まあ病的な疑いがないのであれば基本的にはですね、あんまりそういったのはまあ推奨はされないと思います。例えばですけど、まあ、うちのクリニックとかであれば自費診療という形で、まあ、1000円ですね、今は1000円でやってますので、まあ、そういったので、ね、ご利用いただければちょっと解説もさせていただくことができます。次がですね、花咲夢さん、高校2年生の17歳の男です。この前怪我をしたので膝のレントゲンを取りました。その際医師から骨端線がまだはっきり見えるから身長がまだまだ伸びるねと言われました。ですが別件で血液検査をした時 LP の数値が400弱で大人の数値ぐらいだったので伸びないのではないかと不安です。骨端線がはっきり見えても ALP の数値が大人並みなら伸びませんか？それとも骨端線がはっきり見えていたら ALP の数値が大人並みでも伸びますか？ちなみに身長178ぐらいで180センチは欲しいです。よろしくお願いしますということですね。これはですね、いろんな要素が含まれます。まず最初に注意しなくちゃいけないのが、身長を専門としていない先生の骨端線が残ってるからまだまだ身長は伸びるねっていうのはあんまり参考にならないです。正直骨端線があるかないかはほとんどの整形科の医者であれば見ることができるんですけど、それをもってあと何センチ伸びるかっていうのを正確に予測できる先生っていうのは世の中かなり少ないです。自慢じゃないけど本当僕とかですね、本当にもう数人のちょっと言い過ぎかな、持っちゃってるかもしれないけど、まあ少なくとも非常にそういう風に予測するのですね、得意とする先生は少ないです。ですのでまずはそこが一つで、次一方でその ALP っていう数字で、 ALP ってのはアルカリフォスファターゼってことで、まあよくねご存知だなと思うんですけど、まあこの数値が400弱でってことで、確かにですね400弱ぐらいになってくるといわゆるですね最終身長にかなり近づいてるっていうのは表現ができます。で骨端線がまだ残ってるってのはどういうことかっていうと、今の身長が伸びるってことを意味してて、ALP というのは今どれくらいこう伸びようとしているかというのが分かるようなイメージになってきます。ですので、まあ、骨端線がはっきり見えるっていうのは、まあ、どれくらいなのかなってちょっと見てみたいところなんですけど、何キロ走れるかって時に速度をかける時間みたいな表現で、速度をかける時間イコール距離っていうね式が出てくるっていうのなんですけど、その速度に該当するのが ALP で、時間っていうのが骨端線みたいな、そのような表現ですね。骨端線を見て、あとまあ何年ぐらい身長が伸びて、ALP を見るとですね、まあ、今ガンガン伸びて、どれくらいガンガン伸びてるかっていうのが分かるみたいな、そのようなイメージなんですけど、まあ、その掛け算になるので、まあ、両方やっぱり大事になってきます。ただね、まあ、今回ねこうやっていろいろずっと読んでいって最後ねびっくりしちゃうので、ちなみに身長が178ですってことで、すごい高いなってことで、まあ、180センチは欲しいですってことなんですけど、まあ、17歳で現在178で180センチを目指せるかどうか、確かにちょうどいい勝負かなっていうところで、まずは大事なのね、身長が朝測ったものなのか夕方測ったものなのかによって、まあ、大体1センチぐらい変わっちゃうので、まあ、そこをまずしっかりと把握すること、その上で朝行きたいのか夜行きたいのかでもちょっと話が変わってくる。で、あとはまたね、ちょっとさっきとも同じ話したんですけど、18歳以降何センチ伸びるかっていうところですね、まあ、平均的に大体 0.5 から1センチぐらいかなってお話をね、させていただいていると思うんですけど、まあそういった意味だとまだ17歳なので、18歳までまだ1年間あって、さらに18歳から 0.5 ぐらいですね、まあ見込めるってことを考えると、180はですね、まあ、十分狙えるかなっていうような気もしています。まあ、もし、ね、正確にやるんだったら、私にレントゲンを直接見せていただくと、もちろんね、判断をすることはできると思います。はい、そして本日ですね、最後、身長先生を聞けパート2の最後の質問ですね。キラキラさん、小学生、中学生の子供が18時半から20時半水泳をしており、帰宅時間は21時になります。夕食は行く前に食べるのですが、帰宅直後空腹を満たすために夜食を食べています。散歩の式を考えると夜食べるのは良くないと思うのですが、空腹を我慢させるのもかわいそうと思ってしまうのです。夜食は我慢させるプロテインだけにするとどうしたらいいか教えてください。この質問ですね。この質問すごくいい質問ですね。あとはまあね、よくわかるのはすごい水泳に熱が入ってるってところで、まあ、これがまず毎日なのか1週間に1回なのかっていうところでもちょっとね少しずつ話は変わってくるかなって気がするんだけれども、まずですね、まあ、結論から言うと何も食べさせないっていう選択肢はない。やっぱ何か食べさせてあげた方がいいと思います。運動した後にタンパク質を摂取するのは明らかに吸収率が上がるはずですので、まず摂取、ね、していただいていいと思います。でその中ではプロテインするのか食事するのかはケースバイケースかなってところと、まあ、疲労感だったりだとか、あとですね現在の体脂肪率がどれくらいかってところですね、まあ、子供ですし多分おそらくこの文章、まあ、なんとなく予想するにかなりスポーティーな家系ですので肥満体型ってことはないかなと思うんですけど、いわゆるですね、まあ、肥満であればやっぱり脂肪をたくさん
えている状態は成長ホルモン分泌にとってマイナスになるので、体脂肪率がガンガンが増えていくような生活習慣はやっぱりやめなくてはいけないです。一方でやっぱりタンパク質の摂取はした方がいいですし、そういった意味ですね、ある程度運動が終わった後っていうのはこうタンパク質の摂取がこういわゆるですね、吸収率がおそらくある程度上がるというふうに考えられるので、まあ積極的に食事もしくはプロテイン、まあどちらでもいいと思うんですけど、食事で取るとすればタンパク質の多いようなものを取っていただく方が身長にとってはいいと思います。ですので、まあまずはですね、我慢させる必要はないです。でそこだけね、ご理解いただければと思います。はい、まあ、本日ね、まあ、こんな感じで7個かな質問に答えてみましたけど、いかがだったでしょうか。またですね、まあ、今後も皆さんのですね、まあ、評判というかですね、まあ、再生回数だったりとかですね、視聴維持率とかね、そういうのを見て続けていくかどうか判断するんですけど、またですね、ぜひコメントの方で、まあ、質問の方ですね、引き続きお待ちしております。はい、じゃあよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。